皆さんこんにちは、佐藤健です。るろうに剣心京都大化編のブルーレイ &DVD 発売が決定いたしました。前作から2年、スケールアップ&パワーアップして最高のアクションエンターテインメント作品るろうに剣心が戻ってまいりました。今回映画化されたのは原作でも最も人気の高い京都編、撮影期間はなんと半年、映画は2部作連続公開となっています。今回新たに加わったキャストの藤原竜也さん、伊勢谷友介さん、神木隆之介さんも原作ファンを裏切らない見事な演技を披露されています。大友監督をはじめ共演者の皆さん、スタッフの皆さんと一つ一つのシーンを大切に心を込めて撮影しました。本当に一人でも多くの方々に見ていただきたい、そんな作品になりました。ぜひるろうに剣心京都大化編をブルーレイ、DVD でも楽しんでください。よろしくお願いします。かつて人斬りと呼ばれながらも新時代のために戦い、もう二度と誰も斬らないと誓った男。あら、しかし彼には恐るべき一人の後継者がいた。あの動乱の時代に時計を逆戻りさせようじゃねえか。獅子雄が京都で暗躍している。獅子雄？奴の狙いはただ一つ、維新政府の転覆だ。どうして剣心が行かなくちゃいけないの？絶対に京都になんか行かせない。奴を止めることは拙者の役目。今までありがとう、そしてさよなら。日村が動かねばこの国は滅びる。剣心が人斬りに戻ってしまうかもしれない。この先確実に日本の瞑想が始まる。人を生かす前に自分を生かすことを考えて。国取り返しだ。必ず生きて。ゴールドロー、バッドそんなもんか。最強の名にかけて貴様の首を頂戴する。強ければ生き、弱ければ死ぬだけだ。ここにいて必ず帰るでござる。ようやく会えたな。決着をつけるぞ。るろうに剣心京都大化編伝説の最後編、そろそろ終わりにしてやるよ。これ現場ではもう雨と風が強すぎて一切声聞こえないですよ。もうてんこ盛りだからね。基本的なハードルみたいなのがやっぱちょっと他とは違いましたね。もう後戻りできないですよ、二人がね撮影してても。